ピラルクは、アロワナモクアロワナカ、ヘテロティス赤に属する魚類。現存する、アラパイマ属唯一の種である。原産地でのナピラルクの標音がそのまま、標準和名となり、かな表記される。語尾に音引きを伴わせず、ピラルクと発音、表記される場合も多い。また、アラパイマ、パイチェトも、英名はアラパイマであるが、日本と同様。 原産地での呼び名のまま、ピラルクとも呼ばれる。体長3メートル以上になり、世界最大級の淡水魚の一つに数えられる。ただしメコンオーナマズやヒマンチュラチャオプラや、海水域にも分布する、王朝ザメを最大とする研究者もいる。進化において1億年間ほとんど姿が変わっていないと考えられ、生きた化石とも言われている。特徴的な形態や、 大きさから水族館などでも人気がある。体の後半部が赤みを帯びた色となっている、ピラルクーの制御特徴の一つである、大きな、ウロコ制御の体長は2メートルから3メートル。最大のものは4.5メートルとも5.2メートルとも、言われるが、信憑性が低い。のような円柱形の体型をしているが、 頭部は横に、尾は縦に平たい。腹びれ、背びれ、尻びれ、尾びれは体の後半部分に集中してついている。体色は黒から銀色まで個体差があり、制御では体の後半部分が赤くなるのが特徴である。現地名のピラルクという名前も現地のインディオの言語であるトゥピ語で魚を意味するピラと その実から化粧に用いる赤い色素を採取する、ヨーロクという植物の名を合わせたもので、赤い魚の意味である。口は大きく、下には、たくさんの突起がついたおろし器のような、硬い骨が通っている。アロアナカ魚類の古い分類名、骨舌科はここに由来する。また、円形の鱗も硬くザラザラしており、生魚で、直径10センチメートルほどもある。 頭上を泳ぐピラルクーピラルクーの稚魚の群れ南米のアマゾン川流域に分布し、沼地や川の流れの緩い部分に生息する。タイとマレーシアの河川にもスポーツフィッシング用として移入され、生息している。食性は肉食性で、主に小魚を捕食する。熱帯の淡水域では酸欠状態となりやすいが、ピラルクーは浮き袋から灰のように 空気呼吸ができ、水面に口を出して、息継ぎをすることで酸素を取り入れることができる。繁殖にあたっては、オスとメスが頭蓋になって、卵や、稚魚の世話をする。稚魚は、オタマジャクシのように全身が黒く、水面に群れをなして泳ぎ、新魚が、下から見守る。稚魚の食欲は旺盛で、成長は早い。 生息地では重要な食用魚として、アマゾン先住民により古来から漁が行われてきた。漁は主に大きなピラルクが、息継ぎのために水面に浮上してくるところを付近棒で、ついて漁獲するもので、個体数の減少により、ワシントン条約による保護動物に指定されているが、アマゾン川流域の市場では、 ピラルクーの肉が食用として高価で取引されるため、伝統的な漁獲は続いている。塩漬けで保存されて、祝いの席などで供されることが多いほか、大きな鱗は、靴べらや爪やすりにも使われた。ピラルクーは肉食性だが、前述のように主に小魚を食べる、魚食性で、人間を襲うことはない。しかし、身の危険を感じると勢いよく、 水面から飛び出すため、カヌーやボートに当たって転覆させる、体当たりされた人間が重軽傷を負うなどの事故が多い。アマゾン川に生息する巨大魚として有名であることから、水族館で展示する魚として人気があり、日本に限らず多くの国の水族館で飼育されている。日本国内では観賞魚として、アクアショップなどで幼魚が流通していることがあるが、 生態が巨大であることに加え、繊細かつ神経質な面もあって、飼育自体も非常に難しく、常識的に一般家庭では飼育すべきでない。飼育下では野生の個体ほど大きく成長しないが、それでも1メートルから2メートルほどの体長にはなる。もし飼育する場合、最低でも3メートル以上のサイズで、 トン単位の容量のある水槽及び大型で強力な、ろ過装置、ヒーターなどの機材が必要となる上、新鮮な餌代や、水槽の維持管理にも、多額の費用が必要になる。驚くと激しく暴れる、捕食時に大きな音を出すなど、同居魚に、大きなストレスを与えるので、混営向きの魚ではない。ワールドコンサーベーションモニタリングセンター、アラパイマギガス。 IUCN Red List of Threatened Species バージョン2006 International Union for Conservation of Nature 2008年4月21日閲覧ありがとうございます